これがね、亀ヶ谷切通しって言うんだわ。いっぱいあるね、切通し。鎌倉って切通しいくつあるんだったかな。7つ。そのうちの一つだよね。でもおじさんなんかさ、このあれだよね、切通しが一番本物に見えるよね。なんか狭くてさ、鳥が狭くてね、そう思わない？軍事的にも適してたらしいですよ。あ、そう、軍事的にかね。はい、なんか狭くて敵が、うん、攻めにくいらしい。おお、なるほどね。思わず中学生の皆さんですね、はい、中学生の皆さんから歴史まで教わってしまいました。亀ヶ谷切通しでございます。じゃあおじさん行くからね。じゃあね、はい、じゃあバイバイ。はい、中学生の皆さんに教えていただいた軍事的にもですね、非常にまあ重要な切通しだったという亀ヶ谷切通しを今、降りています。さあ、なかなかね、切通しだからね、狭いんだよね。両側のこの山のですね、岩壁を切り裂いて、それで道を作る。それで切通しというんですね。はい。この今来た、歩いてきたとこ、こう押すとこうですね。先ほどの教えてくれた中学生があそこでまだ、ね、休んでる。はい。こんな切通し、はい。こういう感じですね。なんかすごいですよね。そこをですね、こう、また降りていますわ。ぼちぼちと。はい。なんとなくね、まあ今日なんかね、曇りでひょっとすると雨もなんていう感じに思ってたんだけど、どうやらね、もう余裕で今日この分だとまあ大丈夫だね、晴れだね。ほんの少し晴れ、後曇りぐらいなんだろうかね。まあ完全に晴れです。それでここの切通しの横にですね、富士山なんていうお宅がですねあるんですよ。まあ多分まだ住んでおられるんでしょうね。これ表札も富士山映るかな。富士山っていう方がね、はい、こんな形で、あそこ高いよね、まあ、すごいですね。はい、にぎやかな おばさんたちの一団がまあ去ってたんだけれども、ほらこんな感じのところですよ。車はまあここまでなんだね。こういう形で階段あって、ここどっかの人道はほら車があるわ。だから車ここまでは来るんだ。あとは通行止めだな。ここぐらいまでがせいぜいなんでね。はい。いや、すごいすごい。ね、はい、富士山のお宅なんて言って、中学生がまた後ろから来ました。はい、亀の谷と書いて亀ヶ谷切通し。鎌倉、に7つの切通しがあるんですけれども、その中の一つ、亀ヶ谷切通し。いよいよもう最後ですね。あそこまで降りるとですね、もう一応頂上からここまで降りてきたんだけれど、なかなか、ね、歴史を感じるようなところですね。あとでまあ地図でまた詳しくですね、どんな風になってるか地形をですね見てみたいと思うんだけれども、まあ、多分あそこの道はですね、多分というか確か裏覚で鎌倉駅に出てるんだよね。だからまあ非常に鎌倉の中心部のところに行くので、まあ、間違いなく軍事的にまあ重要ですよね。北鎌倉の方から鎌倉で非常にこの亀ヶ谷切通しを使うということですね。はい、じゃあここでまあ到着、亀ヶ谷切通し表通り出ましたので、ここで終わりということでお願いします。